人類120歳プログラム誕生、ついてこい、この道を。聖秉禅、幼少より数多くの武術、気功、風水の名士に師事、中国武術界で五虎と称される巨星、自然門大師万来世の皇帝。1988年の来日後、中国の伝統的な自然健康法をもととして、日本人に合った独自の健康法を提唱・指導を行う。また武術・気功のみならず、音楽や書、絵画の創作活動も行い、独自の世界観で人々を魅了し続けている。そして今、目指せ人類120歳という理念を掲げ、聖秉禅が送る心と体を鍛え人生を豊かにする番組、それがおはよう健康体操です。おはようございます。聖秉禅です。高陽です。漆原千穂です。まったりゆったり、爽やか元気、健康に役立つ誰にでもできる体操を今月も楽しくお届けしてまいります。今日は木曜日です。中平成塾で考えて体操しましょう。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。鍛錬、自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球、玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合、全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。
坂野浩二。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。
空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。おはよう健康体操、天地開合の心得。このコーナーでは初心者の方から上級者の方まで必見の体操の心得を謝先生に解説していただきます。本日は4番目の体操、天地開合の心得です。先生お願いします。はい、天地開合、天地開合から勇気が必要だね。天地開合は天地開のことは想像力を言います。いわゆる運命変わること、天地は開合して運命が変わって道が作って開合、元の道ないから開合して道が作り出す。これは中心分かりやすいこと。人生の大事なところはね、開の力、動くの 広がるの力、自分の人生の道広がること、選択の力、選択、あとは選択こと、選択ことに対しては一番重要こと、勇気。家族の運命変わる、自分の運命変わる、時には国家の運命変わる。この人がね、肝の力、肝の炭、ね、月書いて火書いてした一本の炭、肝ということね、肝炭というの、肝炭ですね、肝、はい、この胆力と言います。胆情ね、胆力、あとで月書いて、この右側の方がこの一旦の段、あとで胆力。この胆力はこの人が性格が決める、イコール腎臓の力と胆力の力。胆は肝臓のそばでね、肝臓元気になると胆力がもうすごい、この胆力はいわゆる人間の勇気はすごい。人生はたくさんの人欠点は勇気足りないから、勇気足りないから選択力が弱くなるの、うん、大事な人がバカにして関係ない人間が大事にすることの、選択間違えるの目が盲目になっちゃうの、わけわかんないの。社長を大事にしないで、社長じゃないで人に急にすごく丁寧な言葉に使うことがいっぱいいるよね。感じで社長を大事にしないで、他人のことはなんか自分社長になってて他人のことを大事にすること、おい社長そばにいるで、お前社長尊敬しなさいよことに対して忘れちゃうの。それは胆力足りないの、盲目になって選択が間違えてる。これ人生はすごく多いの、それ全て人生失敗するの。選択ことあれば、まず胆力力があって、これ正しいことを信じて、まずこれは中心になる、月はこれ、月はこれ、選択力になるの。大体人間はね、人生失敗ことはね、胆力足りないじゃん、胆力、勇気足りないじゃん。人生はね、たくさん世の中に話するつまんないといるよ。いや私できない、私はそんな生まれつき持ってない、いや私できません、私年取ったからもう退職、くれる人間話はすぐっぽいで、お前は同類じゃない、全くない、人間死ぬまではね年寄りって関係ないよ。勇気あればいつでも少年ですよ。私は青春120年後のプログラムを作ってるから、そういう話聞いた瞬間に気持ち悪い、もう年だよ、もう年だよ、もうダメだよ、ということでダメですよ。年をことに対していつ年の、人間150歳になったらお前まだ 中年いてないよ。人生150年だったらあんな中間いてないよ。75歳後で言った時、そのくらいで人生半分に言いなさいよ。で今低いから言ってるから、60歳後で体制は120歳後の体制半分いてることで言ってる。150歳設定すればあんなまた大人になってないよ、実際に。先生設定はね、自分設定すること。だから僕はいつまでも俺はまだ未熟ってことをすごい感じる、うん、生命が未熟だよ。本当に人間は、神様は人間作るはね、軸までは時間かかるね。それくらいでね、人間魅力はね、人間生命の可能性はね、長いすることは間違いないですよね。人間もしは30歳の時すごい軸になって、すごくなんか大人は何でもことだ、人間短いなると考える。しかし人間俺みたい方がまた未熟ですよ。本当にまだいろんな間違いことはある、先生がまだある、生きすぎるとかいろんなことに対して
感情入りすぎるようなことに対して愛は、ね、表現しすぎるか、いろんなことあるから、だからそういうことに対しては気がついたね。あ、大物は、ね、大器晩成で言葉、大器晩成。だからその辺のために人間のさっき言ったように天地開口、天地から広がることその気持ちが力なく天地改造して川でやる絞りだ、広がった後でかなり絞るかとか対してインド洋このことに対して変わっていく感じで、だ先生の体はこれから番組見て先生の体だんだんに太ってさ体重90キロになってさ歩く苦しくなったり、それをちょっとぐらいで有名人とかみたいにこの急に体でかくなった先生は先生じゃない、嘘先生になっちゃう。先生しっかりで筋肉を守りながら絞りながら60歳あろう70歳あろうは筋肉の程度はそんなに変わらない、同じくらい絞り感じ雰囲気で絞りね感じで、それは先生先時開口をやってるからよ。開い時に広がってそわー広がって広がって締める時にそわー締めていくことに、それは先生なの。先生ちゃんとしっかりね天地開口は締まる時に締まる、広がる広がる、変化する時変化するし、先生は世の中と一般人の違うことは先生勇気は違う、人生は勇気は必要だ、勇気なければ自然に調和できない、勇気、胆力、先生何でもやちまいことイメージある、人に迷惑かけなければ法律が守りながらギリギリ取るまでは自分いいと思ってるものをねやってしまう、それは行動力、勇気ある行動力。そうだよ先生、今年から足治ることに対して全世界足治るために全力に変化する。なぜわかる？先生その技術を覚えてるから、やらなければ天から起こる、地球地上の中にあなた広がるしかないで、人間なのになんでこの技術持ってまま人にならないで違う仕事をやるんだ、これ聞こえる、俺は急に変わった、じゃあ夜中足、私は全世界に広がるまではこの仕事を中心にする、あとは夜中に夜中人に喜ぶのために健康で体型良くなる、顔美しくなる、先生に来れば4ヶ月やらないうちにあの人相も変わる、もう本当先生の自然法の流派であなた人相変わっちゃうの、この方法今研究もうほぼ安定してる、もう髪だけ研究できた、この顔変化も安定にできるようになって、ね、次はダイエット、先生得意技不眠症ことに、世の中は切ないんですよね、こういうこと分かった瞬間にそんな簡単なものなのになんで世間が分からないかと切ないね、そんな簡単なの手が上げればあのに筋肉が出てるのになんでみんなやらないんですよ、こうかこういうくらい繰り返せばこの筋肉出てくるわ、力になるか、この力出ると心臓にいいからなんでみんなやらないで、みんな細いで腕が持てまま年取るね、切ないんですよ世の中は、切ない、僕から見ると何もくだらないものをやってるのに、もっと健康のため楽しいことをやればいいのにさ、天地創造力やってて気もでかくなって弾力大きくなって自分の性運命変わってやると、今までありままのことに対してはありまま本は一つね悟るで人間に使う人よ、今の現状は君はまだ生活貧乏のくせにありまま言ったら不責任だよ、もっとひどい人間、夜中お金どうでもいい人間があって、こういう人が嘘の人間、愛はゼロの人間、本当に悪い人間、お金大事ですよ、お金なければ愛は表現できないの、お金なければ死ぬ前で人間救うことできない、お金大事大事なの、男はねお金なければいい男はありえないんですよ、基準です、重要で、俺は今この YouTube から言い放題からできるからそういうことを言ってる。第一、男お金足りなければ別考えないで体の練習してお金稼いでいきなさい。稼い終わった瞬間にいい男になる。人生落ち着く。そうじゃなければ誰？あなたの奥さんの方が近な方がお金稼げる。女性お金稼げるためすぐを、ね、色気にしなければ男に甘えちゃうから奥さん浮気する 100% になったらかもしれないからさ。そんなにこと、男だからやっぱしそのくらいで力あってさ、獲物を取ってきて家族養うことを大切、男の任務でしょ感じで、だからいい男悪い男、俺は簡単ですね、お金ない男は何でお金ないんだよ、 足と手があるから足切断前に俺は直してあげるからお金稼いでこい、金くらいのことになるんだよ、単純な天地開口、人生は勇気なければダメです、勇気は必要、勇気なければ何にもできない、弾力必要、弾力なければ先生でおはよう健康体操の言葉よく聞いて弾力広がるのために、気持ちさえで人間はねもう
どうにもならない、一歩も踏めない、いや私はダメですよ、私は年取りよりって、いや私は違うで、私はそんな力は持てないで、その時期まだ来てないです、あいやそのぐらいで私にとってはそんなに運命与えられないで、お前神様か、お前自分分からないから今そういう状態になってるでしょ、自分分かった瞬間にあなたも神でこうですから、あなたを先生できるものあなたもできるから、でも僕ら今まで僕ら画面見てる人間がどこが先生できる、自分できるつもりあるから見てるから、この気持ち変わらないって、勇気は必要、勇気必要、勇気なければ何もない、人生はね、ありままごとに対してはこの世界はないから、我々寝ても地球はすごい走ってるから、太陽系も全体走ってる、もう我々この太陽系の中一緒にこの銀河系走ってるから、もうありままごとないから、変わる変わる変わる、時は変わる変わる、永遠変わる、ね、いい方面に変わるか悪い方の方に変わるかね、静止状態ないから、静かな状態ないから、いい方面に変わるか悪い方面に変わるから、どちら選ぶだけ、ぜひテレビ前の皆さん、天地開口の精神でいい方面に変わるように頑張っていきましょう。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球、玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地開合、全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ。
大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地正気。正気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。空と
大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。続いてはもっと知りたいおはよう健康体操、シエ先生に聞くみんなの相談室。先生、今回はこんなお便りが届いています。はい。冬の間、おいしいものを たくさん食べ過ぎてしまい、なんだか胃の調子が悪くなってしまいました。胃の調子を取り戻す改善方法はありますか？お便りありがとうございます。先生、いかがですか？胃の調子、胃の調子たくさん食べました、はいはい、ね、これが改善方法はたくさん食べないようにすれば一番重要。終わりです。はい、なないよ。たくさん食べ過ぎるとこれはいいも爆発する可能性があるから、それは明確分かるから、どういうふうにやり方こと体制はこういうことでね、適度に運動を増らして食べる量を減らしてください、はい、そういう時間が無駄で、時間が解説できない、それは違うことを話する。人間のいい健康はこと体制、一番こと重要ポイントことはやっぱりストレス、ストレスになった時にいい消化ができなくなる、いや食べたものはもう働くことしない、これは一番困るです。働くことをしなければ消化できなくなるから、これは悪くなると決めてる。ぜひ胃腸弱いな人がストレス、自分心の中に納得しないところどこかある、さっぱりする。人間はね、言葉ということ真実で言えばね、いいだ悪いこと起こってもね、俺は全然気にしない。嘘をついてること言葉はね、自分ストレスになりながら物を解決しなければ健康にも悪い。で、言葉大きい人がね、たまにはね、そういうパワハラじゃなくて本当に本心ですよ。本心は言ってるだけからさ、本心は言わない人間はね、自分体を守りながら小さい声で、ね、インチキリ言って、いやこういうこと、今度はすごい残酷な言葉を当てる人間は俺は嫌い、ね、声いいのでかくしてもいいんだよ、本気であればいいよ、言ってくださいと、ね、納得しながら言っていいんだよ、大きい声構わないよ、どうぞ言ってください。人間本心大切ですよ。本心じゃなければ胃腸悪くなるの。胃腸はね、人間なぜこの方がにね、ストレス溜まった時にカラオケ行きましょう、カラオケ行った時に本心にうわー歌うからさ、人間がストレス解消。人間そういうもんだよ、うん、カラオケ行った時に嘘をついてないから大きい声出しても構わないこと。だからこそは人間本心がすごい大事。胃腸を守るのために、人間ありのままに大きい声でも構わないから歌いなさいと、喋りなさいと。本心あればいい。裏心をなった瞬間に体悪くなるからね。人間がね、どんなにことあれば自分体だんだん悪くなること、あなた本心に生きてないから、自分の中に納得しないことはある。人に嘘をついても自分体は悪くなるから、自分心魂納得しなければ与えることは病気なの、忘れないでください。本心に生きることあれば胃腸になることは一番大事なこと。ストレスたまらない人生に目覚めていきましょう。おはよう健康体操、先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用、まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化を
チェックする体操です。シシギク。アバと戯れる獅子をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。縁歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。
頂点リッチ。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンジェン、今日の一言。先生、今日の一言をお願いします。はい、先生、今日の一言は何ですか？はい、これです。大道奮進。それはどういった意味なんですか？はい、大きい道、勇気を出して奮闘するつもりで進む。大道奮進。大きい道の時に入る時に風もすごいし、尻尾を羽ばたく風も飛んでるし、大きい道に進むことが大切。非常に奮闘の気持ちなければ進むことはできません。今年先生になってから、先生は大道奮進の気持ちことはね、大きな道を見つけて 100% の勇気を出して進もうと考えている。なぜならば、本当に世の中に苦しんでいる人がいっぱいいるんですよ。たくさん人が苦しんでいる。心の問題、経済の問題、体の中に痛みとか、切ないんですね。見ると、この大きな道が、私はこれから力を絞って
たくさんの人、本当に私に近づけば人生変わっていくことにぐらいで自分に力がついて、大勢の人に苦しんでいる中に救って引っ張って離れて楽しい世界に連れてくる。これは大道奉神ごとに大きい道だけにたくさん人もいるし、たくさん人連れていくのために進むのパワーも必要し、この大きなパワー必要のためにやっぱし奮闘の気持ちで踏ん張りで力なね進もう。今年先生決心して本当に自分やりたいことを世の中に必要ものをやる、一時的に不動産のことを産業とかしばらくほどいて自分使命果たして、ぜひ世の中に今テレビ見てる皆さんに私の気持ち理解して、自分の人生さっき言ったの何か悩みあると健康の悩みことあるときに先生ことを忘れないで、前言ったときに脳梗塞になったときに、今毎日脳梗塞でいっぱいいるよなったときに先生一本電話ください、先生すぐ指令出すから、後遺症を残さないためにすぐ行動を行う、すごい簡単なことですから、やるとやらない天と地と区別違う、やれば15分ぐらいで処置すれば3日間ぐらい退院して、3日間で入院すればすぐ3日間後で退院することができる、この15分ぐらい時間30分時間が過ぎてしまうと3年間入院必要、3年間不自由生活になる、だからその重要大事すごい大切なこと、大道奉神、ぜひ先生言ったことは脳梗塞になった瞬間に、あ、おはよう健康体操先生いるか、電話1本くらい入れて、そういう時にもし僕いなければスタッフでもこの技を教えてるから、さっさと処分すれば言われる、そんなに致命的に頭に血がたまらない方法を考えるから、この方法は今一時的に公開できないけど、そういう時になった時に戦後は1本くれば先生すぐ現場に教えるから、こうこうこうやったら後遺症を残さないよ、感じ命救うよ、そしてすぐこの倒れる人にとってはすぐ意識元に戻る、その時に病院にゆっくり病院に行って点滴して血管本がつながることで、血管掃除すればつながるようにすればそれで OK です。だから大道奮神を今年先生はやることを明確決めて、世の中苦しんでいる人はいっぱいいるから、なんとか前進むように頑張っていきます。大道奮神。今日の一言、学ぶべきはここにあり。人生革命開始。人生そのまま終わりたくない人に、これからもう一度立ち上げたい人に、僕が人類102歳でプログラム始動開始。一生懸命生きる人を応援したい。まず電話ください。この動画を見ていただき、体操を勉強したい、じゃあ先生に会ってみたい方は、ぜひホームページにあるお知らせをご覧ください。それでは今日も一日まったりゆったり爽やか元気にお過ごしください。それでは今日も元気でいきましょう。健康体操、今日はここまで。健康すなわち良き人生、目指せ人類120歳。今日も楽しく元気にお過ごしください。